はい、皆さんどうも、こんにちは、こんばんは。龍が如く5、プレステ4リメイクなんですけど、冴島編のサブストーリーをいきたいと思います。女の子ですね。あ、おじさん、マッチはいかがですか？とってもあったかいマッチですよ。今時マッチ売りやと？ほんまかいな。マッチ買っていただけませんか？なんぼや。1箱100円です。お願いします、おじさん。マッチを買ってください。ええで、そしたら1つもらおうか。ありがとうございます。お嬢ちゃん、寒いのに大変やな。マッチ売りの少女言うわけか。ずっと前にパパに絵本で読んでもらったの。だから私もうちにあったマッチを売ろうと思って。ふ、絵本ごっこがしたかったんか。そうじゃなくて、そのお金でママにクリスマスのプレゼントを買ってあげるの。そうやったんか。せやけど、お黒さんは今どないしとるんや。お仕事だよ。パパはもういないから。ママ、お昼も夜もずっと働かなくちゃいけないの。ん？親父さんおらんのか？パパはずっと前に病気で死んじゃった。だから私がママにプレゼントを買ってあげないと。そっか、偉いな、お嬢ちゃんは。普通やったら自分がプレゼント欲しい年頃やのにな。せやけど、あんまり無理したらあかんで。さっきから増えとるやないか。私なら大丈夫。だってママはいつももっともっと私のために頑張ってくれてるんだもん。おじさん、またマッチ買ってくださいね。私、毎日ここに立ってるから。え、これで終わり？マッチ売りの少女。この横は何だろう？ラベンダー？あ、こいつか。こいつか。こいつちょっと話してみようか。くっそー、面白くねえ。おう、マスター、もう一杯。荒崎さん、もうこれ以上やめておいた方が。いいじゃねえか。飲まなきゃやってられねえんだからよ。ここんとこ量多すぎですよ。体壊しますよ。大丈夫。次で最後、最後にすっからよ。本当ですか？じゃあ一杯だけ。いや、マスター、できる人だね。俺みたいなダメ野郎とはえらい違いだ。ずいぶん酔っぱらっとるの。かからん方が良さそうや。と待ちね。あんた、ひょっとして、この携帯忘れてんじゃねえか？あ、いや、俺のはある。他の誰かのとちゃうか？そうかい。誰だか知らねえが、不用心だな。きっと相当酔っ払ってたんだろうな。ヘック。人のものを信じまおって悪いやつがよ、いるかもしれねえんだからさ。ヘック。もっと気をつけねえとダメだな。あんたも随分飲んどるみたいやな。俺のことはいいんだよ。俺みたいなどうしようもない男のことはよ。なんや、事情があるみたいやけど、話くらい聞いてみようか。俺になんか用か？なんや、事情があるみたいやけど、話くらい聞いてみようか。あんた、そんな酔っ払ってどないしたいんや。うっせえな。誰だって酒が飲みたい時くらいあるだろうが。酒には酒の飲み方っちゅうもんがある。そないな飲み方しても気分は晴れへんで。よかったら何があったか俺に話してみろや。何があったかだと？そうや。何もね、何もすることが見つからねえんだ。これが飲まずにいられるかってんだ。なんや、クビにでもなったんか。そんなんじゃねえよ。いや、似たようなもんか。長年追ってた星が突然いなくなっちまったんだ。星やと？あんたもしかしてデカか？刑事か？ああ、
本館月見の書の荒関であります。へへ。なんだ踊れて顔して、刑事がこんなところで管巻いてちゃいけねえってのかい。あ、いや、そういうわけでちゃうんやけどな。どうやら俺が手配犯ちゅうことには気づいてへんみたいやな。こんだけ飲んどれば、それも当然か。刑事生活35年、その大半をかけて追い続けた男がいてよ、そいつの逮捕が俺の人生の目標だったんだ。35年、そら大層な話やな。長年やつを追い続けた結果、俺はやつが仕事をする日を割り出せるまでになっていた。そして犯行を予測した当日、俺は犯行の瞬間を抑えるためやつを尾行していた。だがそんな俺の目の前で信じられないことが起こったんだ。信じられへんこと？ああ、やつは二度と手の届かないところに行っちまったんだ。長年の悲劇にあとちょっとのところまで来たのに、俺は最後の最後で子孫じたんだ。気づけば定年目前、俺はこのまま何も成し遂げないまま刑事人生を終えるんだよ。な、分かったろ。哀れな負け犬が酒に頼って何がいけねえんだ。もうほっといてくれよ。あんた、荒月藩言うたか？あ？あんたの刑事人生言うんは、その犯人さえ逮捕できたらそれで満足なんか？そうだ、なんか文句でもあんのか？ちっさいの。なんだと？あんたに何がわかる？俺はやつの逮捕に全てをかけてたんだ。大方あんたには夢がないんだろ。だからそんなことが言える。夢を失った人間の気持ちなんて分かるわけはねえんだ。俺の夢？そうだ、あんたの夢だよ。俺にも夢はある。俺の夢は兄弟と力を合わせて昔のような強い東条会作ることや。いや、作ることやった。せやけど今は、あ、いや、東条会いうは草野球のチームでな、昔はめっちゃ強かって。がーそぴー、なんや、寝てたんか。弱りましたね。そろそろお店を閉める時間なんですが。しゃあない、俺が外まで連れ出したる。タクシー乗せたらあとは帰れるやろ。すいません、お客さんお願いします。構えへん。ほら、荒関藩行くで。あ、寒い。あれ、ここどこだ？目覚めたんか。ああ、寝ちまってたか。すまねえな、手間のかかるおっさんやで、ほんま。へへ、面目ね。誰か、ひったくりです、捕まえて。荒関藩、あとを追わな。どこ行った？あっち行った。お兄さん、逃げんな。ダリー、捕まえた。はあ、はあ、こいつおとなしくしろ。くそー。おいおい、レオタには捕まってんぞ。マジかよ、ダッセーな。はっはっはっは、賭けは俺の勝ちだな。なんだお前ら。あ、マサさん。そんじゃ、ユウスケ、次はお前の番な。俺はこんな暇しねえっすよ。ちょ、マサさん、助けてくださいよ。ああ、マサさんが取ってこいって言ったから俺やったのに。捕まるようなヘマするバカは知らねえよ。おい、さっさと次行こうぜ。そんな。おう、お前らもこいつの仲間か。だったら増罪だ。増罪だ。逃がすわけにはいかん。なんだと？ああ。ぐわ。なんだこの酔っ払い、超酔え。ぎゃあ。
あれ好きは大丈夫かえ、へへ、惨めなもんだ。夢はかなわねえ。チンピラ不正にはなめられる。俺はもともと夢を叶えられる器じゃなかったんだ。あれ好きは。ちょ、今の聞いた？このおっさん、あいつ配って夢語ってんぞ。マジで、超ダッセー。この年でまだリアル分かってねえのか？恥ずかしい。こういう大人にはなりたくねえよな。く、よし、そんじゃさっさと行こうぜ。待てよ。え？お前、なんでこないなことしとんのや？なんでこないなことしとんのや？誰だか知んねえけど、気がしたいのかな？暇つぶしに盗み働いて、仲間見捨てて、それでお前は一体何がしたいんや？あ？あ？お前は夢ちゃんと持っとんのか？いや。バーカ、そんなダセーもん持ってねえ。今が楽しけりゃオールオッケー。未来のことなんて知らねえよ。そうか。確かに世の中そんなに甘くない。頑張っても報われるとは限らへん。俺も荒関藩と同じ夢を追って失敗したばかりや。あんた。せやけどな、夢叶えた時の喜び味わわせることができんのは夢持ってやつだけなんや。夢持たないお前らに夢追って頑張るやつ笑う資格ない。はあ？夢叶えるちゅうことはなんぼ惨めな姿さらすことになってでもよっぽど挑戦する価値のあることないやで。やめろ。おいおい説教か、悪いがそういうのは間に合ってんの。おいこいつボコっちまおうぜ。おう。瞬殺でやったる。ほら、ありがとうございました。あんたには迷惑かけちまったな。気にせんで、もう大丈夫なんか。ああ、そうか。ほな俺はもう行くで。待ってくれ。さっきのあんたの言葉で目覚めた。頭ぶん殴られたような衝撃だったよ。頑張ったからといって報われるとは限らねえ。だが報われるのは頑張ったやつだけ。俺は目標を失ったことを犯人のせいにしていたが、何のことはねえ。本当は自分で自分の可能性を否定していたんだ。荒月はまあ気づくのがちょっと遅すぎたな。今から夢探し始めてもすぐ定年だ。とても叶えられそうにねえや。何言っとんのや。あんたは立派な刑事や。ああ、さっきひったくりに会うた女性の悲鳴が聞こえたとき、あんたはフラフラやったのに、とっさに駆け出して犯人捕まえとっといやないか。あれは体勝手に動いただけだ。目の前で事件が起こったんだ。見逃すわけにはいかねえだろうが。目の前で困っている人を助けたい。刑事続ける理由なんてそれだけで十分やないか。長年犯人を追い続けとったんも、そもそも町のみんなを犯罪者の手から守りたかったからとちゃうんか。たった一人逮捕する夢が絶たれたからといって町を守る夢まで叶えられへんわけでもないやろが。定年するまで休むわけにはいかへんで。ふっ、そうだな、あんたの言う通りだ。俺はいつの間にか目的を履き違えてしまっていたらしい。きっと俺が追いかけていた星がきっともっと凶悪な犯罪者だったら、その意識が揺らぐこともなかったんだろうが。どないな男やったんや。やつの名は大島、通称セビロン平八郎と呼ばれていた男だ。そら、刑務所におった大島のおやっさんのことやないか。あんたも噂くらい聞いたことあるみたいだな。確か窃盗数15,000件強。せやけど一遍も逮捕されへんかった。
伝説の大泥棒中。ああそうだ、噂ではな。なんやと、ほんまちゃうんか。考えてもみろ、1万5千件といったら1日1件盗んでも40年以上かかる数字だ。いくらなんでも、ん、あら、むちゃすぎるね、なんとかむちゃすぎるだろ。ほんならなんでそないな噂が。それは奴が義賊、不正な利益を得ている連中からしか盗まない泥棒だったからだ。セベロの平八郎が義賊。奴の盗みの対象は主に政治家や官僚で、どいつもこいつもきな臭い噂のある連中だった。その証拠に連中は被害を受けても公にしなかった。そんなことをしたら自分の汚職までもが暴かれることになっちまうからだ。だが連中もただ泣き寝入りをしたわけじゃねえ。裏で警察に圧力をかけ捜査を要請してきた。大悪党セビロの平八郎逮捕しろってな。こうして義賊セビロの平八郎は希代の大泥棒に仕立て上げられちまった。そういうことやったんか。当局は当の昔に平八郎の訴状を掴んでいたが、奴は自分の犯行の証拠を残さないことに関しちゃまさに天才的だった。窃盗の現行犯で逮捕できない以上、別件逮捕なりなんなりすればよかったんだが、それもできねえ状況。せめてもの、一種返しとばっかりにお偉い方は奴の職場に圧力をかけ、セビロの平八郎は職を失うことになっちまった。生活に困ればきっと金欲しさにつまらねえ窃盗もやらかすだろうと踏んでな。ほな初めはほんまにセビロのサラリーマンやったっちゅうことか。ああ、だがクビになった経緯をかみさんに話すわけにいかなかった平八郎は30年以上それを黙り通したんだ。バカな男だよ。半端な正義感を振りかざした挙句、悪人の汚名を受け人生を棒に振ったんだからな。俺も1年以上同じ棒に折って全く気づかへんかくらいやったしな。普段はほんま普通のじいさんなんやろな。どんな事情があろうと罪は罪、悪人であっても市民に変わりはない。だから俺は刑事として市民の平野を脅かす背広の平八郎を追い続けた。それが俺にとって正義だったんだ。正義のために悪人の汚名を受けた泥棒と、悪人のために正義であり続けた刑事か。時は流れ、3年前のある日、奴が俺の尾行に気づいていたのかどうか、今となってはどうでもいいことだが、いつもの背広を着た奴のが向かった先は俺の職場、つまり警察署だった。自首したんやな。俺は自分の目が信じられなかった。35年待ち望み続けた瞬間だったはずなのに、奴は二度と俺の手に届かないところに行っちまったんだ。俺の正義は、俺の35年は一体何だったんだ。自分の無力さと自分の無意味さを思い知った俺は、先に溺れ気づいた時には本当に何もできねえダメ男になり下がっていたよ。荒月藩。だがそれも今日で終わりだ。あんたのおかげで目が覚めた。俺がやりたかったのは平八郎を捕まえることじゃねえ。自分が信じる正義を貫き通し、市民を悪の手から守ることだったんだ。だからこれからも刑事として悪と戦い続ける。さっきのひったくりみてえな奴らとな。ああ、あんたならできる。俺もほんまもんの正義胸に秘めた刑事たちを知っとるが、あんたの目そいつらによう似とるわ。そうか、ありがとうよ。ふ、まさか脱獄囚に説教されるとはな。あんた気づいとったんか。腐っても警察官だ。指名手配の顔忘れるわけねえだろ。逮捕せんのか。このタクラン家とっくに通報済みだっつうの。さっさと逃げねえと警察隊に取り囲まれるぞ。下手な嘘やな。穴へベロベロに酔ってた男の言うこと誰が信じるっちゅうねん。ふっ、次見かけたら問答無用で逮捕すんぞ。俺は刑事でお前は犯罪者なんだからな。それで大きいな。はい、ちょっとこの違うのが終わってしまいましたね。まあいいストーリーではありましたが、あのお嬢ちゃん、お嬢ちゃんどこだ？お嬢ちゃんの話が。
これが進みそうにないな。ちょっと待ってよ。サブストーリー、お嬢ちゃん。マッチ売りの少女。まだアンビシャス前におる、まだアンビシャス前におるんやろか。おるね。この1回じゃ終わりそうない感じかな、あれは。ちょっと周り見てみますよ。進みそうにないな。あ、倒れてる。うん、あれはマッチ売りのジョーちゃんやないか。おい、ジョーちゃん、どないした、大丈夫か。この間のおじちゃん、大丈夫か。この寒い中無理しすぎやで。お嬢ちゃん体壊したら帰っておふろさんも心配するやろ。でもまだマッチが全然売れてなくて。ずいぶん震えとるな。長いこと立ちっぱなしやったんやろ。冷え切っとるやないか。うん、少し寒い。わかった。ちょ、待っとれ。なんか栄養のあるもん買うてきたるわ。栄養のもんあるもん。マップ。マートがあった。ここ何？ジンギスカン。ハイボール、酒場。栄養の。酒屋花子。まあ、セイコマート。こいつ、ジンギスカン持ち帰りできないよな。とりあえず、銀だこハイボール、酒。こっちだ。何がいいんだろう。ちょっと待って、何がいいんだ。サブストーリー、どれだ。マッチ売りの少女。なんか栄養つくもん届けたらあかん。待ってるよ、マッチ売りの少女。お嬢ちゃん、栄養つくもんか。なんだ栄養のつくもの。銀だこ。ちょっと待てよ。銀だこどこ。あだり、マジだ。ちょっと待て。おい、銀だこ持ち帰るか。いらっしゃいませ。あれ、これで食べるやつか。持ち帰るちゃうんか。これ食べるやつか。これ食べたら意味ない。ありがとうございました。違うコンビニだね、これは。コンビニどこだ。あっち側だな。道路渡って反対側、あっち側。アイテムなかったやろ。栄養ドリンクあるけどな。まあちょっと食べに。だから、こいつおった。やった。ボコボコにしてやるよ。邪魔やわ。
悪かったです。すみませんでした。ちょっとここのおっさんビビってんのか。おっさんはこっちやわ。ダーマなんだよこれ。暇やないんだ。また敵がいる。何がいる。いらっしゃいませ。ありがとうございました。待って、景品を受け取るわ。いらっしゃいませ。ああ、向こうのやつが使えるんですな。いらっしゃいませ。おにぎり、ホットカツ弁、カツ丼、ジューシー肉焼きそば。何がいいだろう。おにぎり、ツナ、おにぎり、種なし、昆布、ツナマヨ。お弁当も買いたいけど。ん？どこ行った？あれ？あれ？どこ行った？ここか。ありがとうございました。待って。なんか使おう。え、いらんやつ。香水、香水いらんな。大きく回復。うん、これなんだ。びっくりビール瓶いらんな。いらっしゃいませ。お弁当買ってくる。お弁当、日替わり弁当。どう、よし、これでいこう。ありがとうございました。よし、なんだこいつ。聞いてる。警察前で、警察前でやるんかこいつ。なんなんや。うわ。
らないで。ごめんなさい。ちょっと待てよ。そこのおっさん。ない。邪魔やね。この野郎。よし。よおっさん、止まれや。やった。なんやねん、この邪魔やわ。こっちだ、また来た。調子に乗ってんだろ。聞いてんのか、おい。ぶっ殺すぞ。邪魔やん、雑魚ども。よし、お嬢ちゃん来たで。まずおにぎり、ホットカツ丼行こうか。ふう、美味しかった。おじさん、ありがとう。そりゃよかったわ。せやけど、マッチ売りを続けるんか？うん。あと5箱売らないと、ママへのプレゼント買えないの。あと5箱か。すぐ売れる数なんか？うん、どうかな？この間おじさんが買ってくれてからは、まだ1箱も売れてないです。そうやったんか。いや、まあそういうもんかもしれんな。5箱言うたら、たったの500円や。そんくらい出したってもええけど、この子にはいらん世話になるかもしれんな。おじさん、どうかしたの？いや、何でもあらへん。よし、わかった。そしたら、俺もマッチュルを手伝ったるか。俺もマッチュルを手伝ったるわ。あと500個くらい、なんとかなるやろ。え？ほんと？ああ、ジョーちゃんはここで休んどき。売れそうな人見つけたら追いかけて、見つけたら追いかけてくれればええ。おじさん、ありがとう。話す。おい、どれや。おう、あんたマッチ買ってくれ、買っていかんか。マッチ、何なのそれ。新手のブスか何か。あ、何言っといんや。マッチって、なんかやばい仏の隠語なんじゃないか？今時マッチ売りなんか聞いたこともないからな。いや、マッチやマッチや。普通にすれば火がつくあのマッチやで。人は100円で買うてくれへんか？うん、なるほど。仏を詳しく知りたければ、買って確かめるってことか。何言うてるか全然わからんわ。まあいい、試してみるさ。1箱もらうよ。お、そうか。そりゃ大きに。ありがとうございます。で、誰？あ、あいつか。あいつ誰や。あいつまた違うやつやな。
ありがとうね、あずさん。あと4日で売り切れだよ。そうか、よし、わかった。そしたら残り全部買おう。あれ、なんかおかしいなったぞ。え、でも今まで頑張ってきたご褒美や、これでお母さん、おば、おふくろさんにプレゼント買うてやれるな。おじさん、いいの？ふっ、おっちゃん寒いが苦手でな、ちょうどマッチが欲しいと思ったとこや。あ、ありがとうございます。うん、ありがとう、おじさんのおかげ。それじゃ早速プレゼント買いに行かなくちゃ。ふっ、おふくろさん喜ぶやろうな。で、何を買うてあげるんや？あのね、ハンドクリームなの。ママの手いつもカサカサしてて寒いと痛いって言うから。なるほど、それはええな。でもどこで売ってるかな。マッチが売れたら探しに行こうと思ってたの。ふっ、そしたらジョーちゃん、ここまで来たら最後まで付き合うわ。おっちゃんが店まで案内したろか。うん。いい買い物ができたな。あとはおくらさんに渡すだけや。ママ喜んでくれるかな。当たり前や。お嬢ちゃんの心のこもったプレゼントやさかい。これでもう寒い中マッチを恨んでええな。うん、ありがとね、おじさん。だからこれ、おじさんにもクリスマスのプレゼント。お守りを受け取った。ふっ、俺はそんなに大したことしとらんで、ほんの少しお嬢ちゃんを手伝っただけや。とっても嬉しかったよ、おじさん。いっぱい助けてくれて、一緒にお買い物して。今日はなんだかパパが帰ってきてくれたみたいだった。そうか、そしたらよかったわ。ねえねえ、それじゃあね、おじさん、メリークリスマス。はい、これで完了しました。いい子ですね。はい、とりあえずサブストーリーが、どれだ？サンタ、サンタ、サンタからちゃうな。ま、あ、マッチ売りの少女、マッチ売りの少女と、あと何だったっけ？あの、刑事のやつか。追うもの追われるものか。あ、これだね。追うもの追われるもの。まさかラズキハンが追ってたのが大島さんの、大島のおっさんやったとは。次に会った時は俺も気をつけんとな、ということで、この2つのサブストーリーが完了しました。それではご視聴ありがとうございました。はい、失礼します。